はい、成田空港に到着しました。出発する3時間前には必ずいるようにしています。まあ、チェックインとか、保安検査とか、あとは搭乗ゲートに向かう時間と結構かかるので、あと結構最近は本当に人も多くなってきてるんで、3時間前には必ず着いておくようにしてください。で、今からチェックインをするんですけども、チェックインカウンターがどこなのか今から探していこうと思います。まずご自身が搭乗する便のカウンターがどこにあるかを確認します。全日空は結構いろんなところでチェックインカウンターがありますので比較的簡単なんですけども、国際線、まあ、全日空以外のところに、で航空券を購入している方は自分がどこのカウンターなのかをね、 A とか B とか C、D とかね、こういったゲートを確認をしてからチェックインをするようにしてください。はい、無事チェックインができました。スーツケースは荷物の預けなので、1点だけ預けて、今回メキシコなので、現地でピックアップするような形ですね。で、チェックインをし終わったら次は保安検査に移りますので、これね、国際線のデパーチャーと書いてますけど、ここに向かって、行きます。さっきのパスポートと、搭乗券を持って進めば、OK です。で、ビジネスクラスの場合はこのゴールドトラックっていうところが通れますので、割とスムーズにさーっと行くことができます。出国審査を終えて出国しました。搭乗券にあるこの搭乗口 58B というところが搭乗ゲートになりますので、出国したらね、自分の58番なので左側、こっち側ですね、はい、こっちに搭乗口があるよってことなので、必ず確認をしてから搭乗する30分ぐらい前まで、この辺でちょっとね、時間を潰すような感じになっておりますので注意してください。必ず、飛行機は待ってくれませんので、この搭乗時刻、この16時ですね、この時間までには搭乗ゲートにいるようにしてください。で、僕は 58-B なんですけど、現在地がここにあって左に進んで一番端っこですね、はい、一番端っこのこの 58B、 ここがね、成田メキシコの便の出発になっているそうなんで、だいたい歩いてまあ5分ぐらいかかるかなという感じなんで、55分ぐらいには出ようかなと思っております。で、今回僕ビジネスクラス、そして上級会員持ってるので ANA ラウンジを使うことができます。 ANA スイートラウンジっていうのは、ダイヤモンドをね、最上級会員の方が使えるラウンジなんですけども、僕は今 SFC 会員、あとビジネスクラスなんで ANA ラウンジの方に、入ることができます。で、どこにあるかというと、まあ、右も左もあるんですけども、僕は左側、この58番ゲートが僕の搭乗ゲートなんですけど、この近くに、ありますね。この辺にありますので、今から向かいたいと思います。ゴールデンウィークが終わって次の日ということで、結構人はね、あまりいない感じなんですけども、本来はね、海外から来る方もたくさん多い空港なんですけど、今日はね、すごく空いてますね。で、今回ね、搭乗する成田メキシコ便なんですけども、全日空がね、出している国際線の中では一番最長路線、直行便の中で一番最長路線、片道13時間、帰りはね、14時間ぐらい、偏西風の関係で14時間ぐらいかかるというんですけども、まあ、最長路線の航路になりますので、ゆっくり楽しみたいと思います。あ、ちなみに海外の方に渡したら喜ぶお土産としては、この白い恋人は間違いなく海外の方が喜びますので、持っていくにはとてもね、おすすめなスイーツになっております。で、成田空港は出国した後も薬局があったりですね、あとはお土産コーナーもたくさん買えるところがありますので、何かね、忘れ物があっても、まあ、特に心配ないかなというふうな感じですね。保安検査の時に液体物ですね、ああいうのを100ミリ以上入れているとですね、没収されますので、そういったものは必ずスーツケースね、手荷物預けに必ず入れて行ってほしいと思います。はい、第一ターミナルのショップの案内図なんですけども、結構ね、いろんな店舗が入ってますよね。スタバもね、ありますし、時間を潰すには全然問題ないかなと思いますが、今日は
SFC で、全日空のビジネスクラスに乗るということで、航空会社のラウンジがね利用できます。ここはね入り口になってます。はいはい、毎回来てもやっぱワクワクしますね。これが全日空、ANA のラウンジになっております。国際線のラウンジですね。でここは SFC 会員、プラチナ、あとダイヤモンドが、入れることができますね。じゃあ出発の30分前まで、ここでゆっくりしたいと思います。はい、じゃあラウンジツアーしていきたいと思います。はい、早速お酒コーナーですね。全国のお酒がたくさんあるんですけども、僕そんなにお酒飲めないのでちょっとスルーしますね。はい、でこういうね紅茶もねもう数多くあるんですよね。ここもね飲み放題でございます。でコーヒー、カプチーノ、エスプレッソ、マシンねあります。はい、じゃあジュースと、いやほんとアルコールがねたくさん飲めたらよかったんですけどね、やっぱ全然飲めなくて、そうこの辺はあんまり堪能したことないんですよね。はい、朝日ね一番絞りあります。はい、で、カップはねこの辺にキンキンのがありますのでね、これを取っていくような感じです。はい、じゃあ前菜とか、フルーツもありますし、はい、おにぎりとパンですね。パン、うわパンめちゃめちゃ美味しそう。あー僕の好物ですね。はい、これコンソメスープになってます。とね、人の顔は映さないようにしたいのでちょっと目線下げますけども、はい、結構ねラウンジ広いんですよね、すごく。はい、こんな感じ広いっすね。でフードはねこっちにもありまして、そばとかうどんとか、あとねカレーなんかもねちょっとこっちのコーナーで堪能ができるということで、注文しかな、あここのねカウンターで注文をして、呼ばれたら取りに来てっていうねセルフ式になってます。あとで、カレーとラーメンとうどんを食べたいと思います。では全然アルコール飲めませんが、一応一杯だけビールをということで、ビールとあと全日空ね、定番の穴カレーと、豚骨ラーメンですね、これを食べて、搭乗したいと思います。いつ食べてもうまい。はい、しっかり2周目です。はい、ラウンジでゆっくりできました。カレー2杯とあとビールも2杯しっかり堪能したんですけど、もう頭がピヨピヨですね。この状態ですが今から搭乗したいと思います。58番ゲートなので、ちょっと一番端っこなんですけどね、国内最長路線、13時間長いんですが、堪能したいと思います。58番、ちょっと遠い。飛行機はねなかなか待ってくれませんからね、ほんと。うわ遠いな、うわ遠い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 。で今回もログブックをね、持ってきましたので、機内に、搭乗したら CA さんに渡したいと思います。その上で、ログブックの渡し方なんですけども、搭乗券の半券ですね、こちらを挟んでですね、お渡しするといいかなと思います。その半券には名前も載ってますし、座席数も載っておりますので CA さんが、混乱しないかなということで
僕はいつも半券を挟んで渡してます。あとはなんでメキシコに行くのかとかいろいろね会話をしながら、渡してあげるとですね、それに沿った内容のメッセージを、くださいますので書きやすいかなと思って僕は会話をいつも楽しんでます。ログブックに関しては CA さんのご好意でやってくださるものなので、それも感謝をしながらね渡していこうと思います。人が多い。はい、もういつでも寝れるように楽な格好に着替えて今から搭乗したいと思います。はい、で SFC 会員とかビジネスクラスの方は、グループ2番になりますね。ダイヤモンドとかファーストクラスの方はグループ1番になっていますので早めに搭乗ができますが、僕は結構直前までゆっくりしたいのでここで座って待っております。はい、搭乗ゲートくぐりました。今から搭乗していきたいと思います。ちょっと今日はあいにくの雨ですが、はい、時間通りに着いてくれたら嬉しいです。アメニティでですね、このアベダリップバームっていうものをね、いただきました。化粧水かな。前回のアメニティはね、このグローブトロッターとコラボしたものをもらえたんですけど、今回はねアベダっていうね、僕はわからないメーカーなんですけど、アベダリップバームっていうね、化粧品の、はい、ポーチもポーチ付きでいただきました。でアメニティはこれ僕のカバンね。でイヤホンね、イヤホンがあって、で、スリッパがあります。はい、今日はね、僕 3K っていうね、結構前方の、はい、右翼側の席の窓際にね、あります。で、クッションがあったりとか、結構ね、広いんでね、こんな感じで、ちょっと拡大するとこんな感じ。ちょっと天気は雨ですが、で行きは12時間ぐらいってね言ってました。帰りがね14時間ぐらいってね、偏西風の関係でねちょっと遅いんですけども、 ANA のスタッカードシートっていうねビジネスクラスになります。で先ほど、前のね CA さんにフライトログブックをお渡ししました。でログブックに関してね、登記時降りるときに渡してくださいねと伝えているので、まあゆっくり、帰ってくれるかなと思います。本当ね保安業務以外のね中で、もう忙しい中でやってくださってますので、でも感謝しながらお渡ししましたけども、楽しみに待っています。ウェルカムドリンクでオレンジジュースをいただきました。スパークリングワインかオレンジジュースって言われたので、はい、ちょっと今酔っ払ってるんでオレンジにしました。はい、今からメキシコに向けて12時間のフライトで出発するんですけども、僕が座っているこのね 3K というね、3番目の列に関しては結構好きでですね、窓があってね外行くとこのねジェットエンジンがね見えるんですよ。はい、3番がこういった眺めになって、ジェットエンジンのねあのプロペラが回ってるところもガッツリ見えたりして、とてもね僕はこの席とても好きですね。はい、でビジネスクラスの席において一番取ることが難しい席はやっぱりね一番左前かな、要は1の A っていう席が一番早めに埋まりますので、なかなかそこは取れないんですけども、まあ、この窓際の席の3番目をね狙っていつも取るような感じです。はい、離陸して20分ぐらいが経過したんですけど、今からまたご飯になります。機内食ですね。和食か洋食かどちらか選ぶんですけど、今日は和食はねこんな感じ、前菜小鉢小鉢主菜ご飯デザートで、洋食がこんな感じですね。
ちょっと悩ましいんですが、今日は洋食を食べてみたいと思います。行きと帰り、あるので、行きは洋食、帰りは和食とかにしてみたいなと思ってますが、その前にね、飲み物を何でもいいですよってことでシャンパンでって言いたいんですけど、ちょっとお酒弱いのでジンジャーエールにしてます。で、アミューズメントももらえてこんな感じですね。はい、じゃあこれからコースなので堪能したいと思います。はい、メインディッシュの前のアペタイザーというものが来ました。めちゃめちゃ美味しそうです。これを食べて次はメインディッシュになります。はい、メインディッシュがやってきました。牛フィレ肉のステーキです。じゃあいただきます。はい、メインディッシュが終わりまして、食後のデザートと、コーヒーがね出てきました。デザートはね、いちごのムースかフルーツかを選んでくださいって言われたので、フルーツを選びました。はい、もうねラウンジから食べて飲んでばっかりだったので、お腹いっぱいです。はい、じゃあ最後ねゆっくり楽しみたいと思います。はい、じゃあ機内 Wi-Fi についてお伝えをするんですが、こんな感じでね、全日空の場合は、離陸して、5分後かな、シートベルトを、外してもいいですよっていう、ランプが点灯したら機内 Wi-Fi つなげれます。ただ衛星 Wi-Fi になるので購入になります。なので、時間帯によって、30分だったら、6.95ドル、1000円ぐらいで、3時間プランだと16.95ドル、2300円かな。で、今回メキシコ便はもう10時間以上超えて、僕も仕事をしながら過ごしたいので、一番右のねフルフライトプラン、これは21ドルなので、3000円ぐらいになるんですけども、3000円を支払って、衛星 Wi-Fi ですけどね、ちょっと YouTube の視聴とか、動画の視聴とかはちょっと難しいんですが、検索だったり LINE の返信だったりっていうのはできるぐらいの、はい、エコノミークラスのトイレと、ビジネスのトイレの違いについては、基本変わらないんですけど、アメニティがあるっていうんですかね、歯ブラシ、あとフェイスボディシート、あとマウスウォッシュ、これらが常備されているので、はい、ご飯食べた後は歯磨きができるという感じですね。ただ若干、広いので、はい、そのぐらいの違いですかね。はい、そんな感じです。はい、仕事してました。2時間ぐらいパソコンついてたので眠たいです。ジンジャーエールも何杯かな、2、3杯ぐらいおかわりしましたけど、お菓子もありますし、あと、一風堂のラーメンとか、あとお好み焼きとか野菜スープとか、ああいうのは全部、自由に頼めますし、スパークリングワインとか赤ワインとか、そういうのもね、注文はし放題ですが、アルコールはあまり僕飲めないので、基本ジンジャーエールとか炭酸水で、にしてます。メキシコまで、5時間ぐらいあるんですけど、ちょっと仮眠したいと思います。で、ここはフルフラットになるシートなので足が伸ばせるんですけど、低いの座ってても平気なタイプなので、基本座っている感じで、今回も座ってみようかなと思ってます。はい、おはようございます。目的地までの飛行時間残り2時間ぐらいなんですが、はい、この段階で朝ごはん来ました。パスタ系ですね、パスタ系とパンとフルーツなんですね。はい、外の景色はこんな感じ。ここはどこでしょうね、多分もうアメリカには入ってると思うので、はい、あと2時間到着するんですけど、この前に朝ごはん食べたいと思います。
もうすぐメキシコに到着するんですけど、CA さんに今回もフライトログブック、書いていただきました。で、左側はね、搭乗記録で、右側にメッセージ、書いていただいて、とても嬉しく思います。で、飛行機降りたら、僕はいつも全日空 ANA の問い合わせ、窓口にですね、お礼のメッセージをお送りしているので、今回も、担当の方の名前を添えて、メッセージを送ろうと思います。本当にいつもありがとうございます。今無事入国しまして、荷物を取ります。だいたい国際線の多くは、まず入国をしてから荷物をピックアップする流れが、まあ、多いですかね。はい、荷物は最後に受け取る形が多いと思いますんでね。で、僕は東京から来たんで、そうですね、はい、はい、NH180 ですね。ここで待っておけば、はい、荷物来るので今から待ちたいと思います。はい、無事メキシコに到着しました。国内最長路線の直行便のね、ビジネスクラスはとても快適でした。で、CA さんからも、ログブックたくさん書いてもらいましたし、大変満足です。で、メキシコはですね、1週間ほど滞在をしまして、5月の中旬ぐらいに、帰国する形ですね。また同じ、全日空の便を使って、今度は、メキシコから成田。帰りは飛行時間が13-14時間ぐらい、ちょっと偏西風の関係でね、ちょっと遅いんですけども、それでちょっと長距離になりますが、1週間メキシコで安全に過ごして帰ろうと思います。ありがとうございました。 It's okay, it's okay. At the lake is a party. It's a motherfucking party. And it's about to go down. Ooh, put it on me. She my little pontoon shorty.